あたし、おかよって言います。ミス・土佐湊なのよ。ねえ、ジライヤ、ミス・土佐湊よりあたしの方がずっと美人だと思わない？ちょっとジライヤ、なんで黙っちゃうのよ。まったくみんな見る目がないんだから。おかよがミス・土佐湊になったんで、欲しがっていたあのかんざしをあげてしまったのだ。おかげで土佐湊へ通えなくなった。ミイラさえいなくなればと、オロチマルって人にも話したんだ。お主は火の一族じゃな。頼む、頼む。我が国に住み着いた怪物を倒してくれぬか。大門橋の怪物は築山の古い寺に住み着いてこの国を狙っておる。外の国の怪物で名前をカーメン・カーメンというらしい。そいつがミイラを操っている。手のわい相手だが頼むぞ。この剣をやろう。これでカーメン・カーメンを倒すのじゃ。あなたにかんざしをあげたらミイラを退治してくれるってオロチマルさんから聞いたわ。本当に退治してくれる？ミイラがいなくなればいつだってお坊さんに会えるわね。頑張ってね、ジライヤさん。